まだ生まれたばかりの星ね。小さな星力。わあ、かわいいのがいっぱいいる。姫様。ああ、姫様、このような場所でも星遊びでございますか。姫様、本日は姫様にとっても我がハモニカ星国にとっても大切な一日であることをお忘れなきよう。きつい。今やこのトライアングル星雲において頂点にあるのはタンバリン星国、かたやカスタネット星国、そして我がハモニカ星国。本日はこの3つの星国の未来を担う姫様王子様が一堂に会すダンスパーティーでございますぞ。初のお目見えでございますが、姫様がタンバリン星国の王子様と結ばれれば我がハモニカ星国も安泰。いやいやいや、トライアングル星雲全体の未来を。ヒゲの下、このドレス脱いでもいいかな。きつくて。姫様。何？嘆かわしい。大変だぼ、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 大変だぼ。カスタネット星国のメテオ王者よ。あの方が？さすが、祖祖としておきれいな方ね。ハモニカ星国の王女とあの方、タンバリン星国の王子様はどちらを気に入られるのかしら。皆さん、ご機嫌うるわしゅう。あら、タンバリン星国の王子様はまだかしら。だから大変だぼ。何今の、何今の、何今の。どうしま
ました。ですから大変ですぼ、行方不明になられたんですぼ。もう心配はいらぬ、姫様はこの通りわしが発見した。お母様まだ終わらないのかな、退屈。姫様、違うんだぼ、タンバリ星国の王子様が行方不明になられたんだぼ。王子様が行方不明、このパーティーの主役は。本当ですか、ラバボ。星雲の外へ逃げちゃったって話ですぼ。気持ちはわかる、姫様。だって大人たちが勝手に。待って、じゃあこのパーティーは中止ってことね。やったー。あー姫様。まああなた、姫様お帰りなら馬車が。いらない。ではタンバリン星国の王子様はまっこと失踪されたのだな。さようである。どうしたものか。いかがいたしたものか。王様のご意見を賜りたいのですが。あなた。あ、もう夕飯か。わしはその前に一風呂浴びるぞ。母さん、ビールは冷えてるかい。王様、気の向くままに任せればよかろう。なるほど、なるほど。かわいいんだから。こっちは姫様。はい。決まりました。夕飯のメニュー。王様が冷ややっこに枝豆をつけると。いや、そうではなくて、姫様に直接タンバリン星国の王子様を探しに行っていただくことに。姫様がわざわざ出向いたとなれば、必ずや王子様のお心もゲッチュ。ああ、僕のためにわざわざ遠い星まで来てくれたのか。君はなんて優しい子なんだ。好きだよ。結婚してくれ。そうだ、二人でトライアングル星雲の未来を築いていこう。素敵。じゃあヒゲの下が言って。わしが言ってどうするんですか。だって会ったこともない人好きになったりできないもの。いや確かに、いくら閣議で決まったこととはいえ、顔も知らぬ人のためにわざわざ遠い星まで行かせるなど、この爺にもできません。やましてや地球などという辺境の星になどとてもとても、待って、どこ行くって言ったの。地球ですが。地球。ま、致し方ありません。私行く、探しに行く、すぐ行く。地球って言ったら、これはね、私が少女時代に遊びに行った地球という星の思い出よ。とても素敵なことがたくさんあったの。素敵なこと。ある人のお家にお世話になって、いろんな人と出会って、泣いたり笑ったり恋をしたり。恋。お父様には内緒よ。とにかくいろいろな素敵なことに出会ったの。素敵な星、地球。お父様、お母様、私タンバリン星国の王子様を探しに地球に行きます。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。なさりと。だって涙なんか流したりしたらお父様も泣いちゃうでしょ。ああ、お父様。コメット。はい。
困ったことがあったら空を見上げるのよ。いつでもあなたを見守っていますよ、星たちが。ほら。はい。それとこれをお持ちなさい。これは？あなたが心に思いを刻むとき、このボールは輝き出すの。その輝きは遠い星国からでも見えるのよ。姫様。ジー。ただ地球に行ってどうやって王子様を探すのつもりですかな。あ、そうだった。ジーからもこれを。姫様。あ、ラバボー。今現在タンバリン星国の王子様の情報は何一つ分かっておりません。名前すら公表されていないのです。ただ分かっているのは瞳に輝きを宿すものということだっけ。そこでそのティンクルスター、輝きセンサーといって王が中に入れば王子様を探すのに役立つんだぼ。瞳に星の輝きのある人を見つけたら反応するぼ。星力を最大限に使う時にも役立ちますぞ。記者が出るから説明はもういいわ。またね。あ、コメット。体には気をつけて。またねだぼ。何をしておる。お前も行くのじゃ。そうだった。行ってきます。似合うかな。バッチシだぼ。誰もいないね。まだ暗いからだぼ。じゃあもう少しどっかで寝てよっか。ゾウシ君見た？ゾウシ君見てない。ネネちゃん見た？ネネちゃん見た？お空にピカッと見た。お星様だ。違うの。お空をビューンって行ったの。ほらほら、早く乗ってくださいな。遅刻しちゃうわよ。ゾウシ君はーい。ネネちゃんはーい。さあ乗って。はーい。おはようございます。あれ、汽車の中で覚えた言葉が通じない。おはようございますです。アクセントが違うんだぼ。そっか。ほら、そんなとこで寝てちゃダメ。ここって寝てちゃいけないの？何、人生投げてるの。まだまだこれからでしょ。来た早々となられちゃった。
姫様、王子様を見つけて早く帰るぼ。怖そうな人がいっぱいいるぼ。この町で輝きを見つけたのは間違いないぼ。わあじゃなくて姫様。だって面白そうなのがいっぱい。姫様。はい、センサーはどっちって言ってるの？あっちって言ってるぼ。あれ？うわ、不思議な服着てる人がいるよ。ラバボ？一人でどこ行っちゃったのかな？綺麗。何してるんだっけ、私。そうだった、ラバボ。あ、ラバボ。あ、違うか。困ったな。コマットさんだって。コマットさんって言った。コメントです。おはようございますです。骸骨人か？違うの、よその国の人。そうです、私はハモニカ星国から来ました。困った人、チューシ君助ける。ネネちゃんも助ける。助けてくれるの？ママが困ったさんは助けてあげなさいって。ママは助ける人なの。へえ、でも大丈夫、そんなには困ってないから。これ、どうやって遊ぶのかな？え？王子様だけじゃなく、姫様まで消えたぼ。どうしよう。え？こういうのばっかだぼ。面白いお姉ちゃんだ。だね。ジョシ君好き。ネネちゃんのがもっと好き。もらっちまった。あなたはどなた？コメットです。コメット？よその国の人だって。だって。ここはあなたのような大きな子が来るところじゃないのよ。あ、はい。早く出て行ってくださいね。みんな中に入って、お昼寝の時間です。はい。楽しかった。また今度助けてね。また今度。今度ね。失敗。確かに輝きはこの辺りにあるぼ。おいしそう。お腹空いちゃったな。あそこ。チーズバーガー、コーラ、ポテトのセットでよろしいですね。430円になります。430円？え、お客さん、お金ないんですか？もう冗談はやめてください。そっか、地球ってお金っていうのがいるんだっけ。ただでお売りできるのはスマイルだけです。ありがとう。でも笑顔じゃお腹いっぱいにならないもん。はい、ご自由に試食してください。ただで食べていいの？どうぞどうぞ。わあ、嬉しい。ちょっと何するんですか？だってお腹いっぱい食べたいんだもの。それはダメです。買っていただけるなら別ですけど。お金はないの？あのね、ダメか。あ、しょうがないけど星力に頼るか。お腹いっぱいになれますように。これだけ？星力貯めとくんだった。
ていうか今から帰るしご飯用意しといて。じゃあね。今晩泊まるところもないんだ。どうしよう。本格的に私困ったさんだ。大丈夫、星たちが私の力になってくれるもの。星さえ出れば。え？作れそうにない。お母様、あ、どうした。あ、姫様の身に何か。ラバ坊は何をしておるのじゃい。いえ、大したことではないと思いますわ。大丈夫、コメットはきっと乗り切ります。星の子たち、今はその輝きも届かないところにいるのね。でも輝きは星だけじゃないわ。希望という名の輝きはいつだってどこにだってあるの。すぐ戻るから待っててね。あ、困ったさんだ。困ったさんがいるよ。困ったさん？どうかしたの？あ、困ったさん？かなり困ったさん？姫様？姫様も輝きを発見したのかも？新しい家、キラッとお楽しみ。輝き、また見つけるぼ。